こんにちは、クリッカークランです。日産自動車が3月28日にフルモデルチェンジして発売した新型デイズには、ユーザーがより安心して運転できる緊急通報システム SOS コールヘルプネットがメーカーオプションで設定されています。交通事故や急病等の緊急時に専門のオペレーターへのデータ通信や音声通話を可能にするもので、通報方法には事故でエアバッグが作動した際の自動通報に加え、車内上部の SOS コールスイッチによる手動通報の2種類が用意されています。同装備は煽り運転を受けた際の通報手段としても利用可能で、通報後はオペレーターが車両から得られた GPS などの情報をもとに消防や警察への連絡、緊急車両の手配などを行ってくれます。将来こうしたシステムが一般化すれば、煽りなどの危険運転根絶につながる可能性がありそうです。